シーンはですね、台本には綺麗なお姉さま風のさやかが南国リゾートのプールサイドでくつろいでいるって書いてありました。確かに書いてありました。私もですね、すっかりその気で、ああなんて素敵なの、優雅だわなんて思ってやっていたんですよ。もう結構決まってるでしょ。いつかこんなリゾートのプールでゆっくり過ごせたらなーなんて思ったりしながらね、トロピカルカクテルなんか飲んだり、好きな小説を読んだり過ごすの素敵じゃないですか。もう見てるだけで心地が良いって感じで、もうね、もう見ての通りすごい気持ちよさそうでしょ。おっと、ああもうなんでね、素敵に過ごせたのにこういう展開になるかがわからないんですよ。もうせっかくさ、優雅なお姉様風で頑張ってたのにさ、嫌になっちゃう。本当に本当痛いし、ああ危ない危ない危ない。ここから最高に頑張ってやった水中撮影です。すっごいすっごい綺麗なんで楽しんでください。ちょっとね、鼻から空気が出ちゃったりしたんですけど、そこは見逃してね。あとはお願いがあって、変な顔してませんようにっていうのがお願いです。頑張れ私。